すっきりとした青空が広がっています。そして今日も暑いです。皆さんこんにちは、ね、今日私は野々市三能のアクロスプラザ野々市にお邪魔しています。今日ご紹介するのは先週の7日にオープンしたばかりこちらの施設です。子供っちパークです。一体どんな施設なんでしょうか。早速中に入ってみましょう。さあこちらの施設ですね、午前10時からオープンということで、うん、たくさんのねもうすでに親子連れの姿も見えるんです。そしてやはり中に入ると屋内ということで生き返ります。とっても涼しいです涼しい、よかったよかった。そして、の表情も、はい、こちらの施設の中見てみますとたくさんの遊具がね本当に並んでいるんですよ。で子どもたちも遊んでいます。本当に子どもたちにとっては夢のような空間が広がっています。さてここからはですね、FK ソリューションズ、こちらの施設を運営している会社の岡田さんにお話聞いていきます。岡田さんお願いします。よろしくお願いします。さあこちらの施設なんですが一体どんな施設なんでしょうか。はい、雨、雪、風、暑さに影響されない全天候型の室内公園になります。全天候型気になりますね。ちょっとお話伺いながらね中の方もご案内していただきましょう。全天候型どういうことなんでしょうか。そうですね、最近もう夏がすごく暑くなってきている中で、そういう暑さに影響されずに思う存分遊んでもらって、あのママたちもくつろいでもらえるような施設になります。なるほど。そしてこちらの施設の利用料金を教えてください。はい、ワンタイム利用とサブスク利用、あと1歳半までのお子さんは年間通して無料というふうになっております。じゃあ夏休みにねサブスク会員になって遊び放題なんていうのもお得ですよね。ぜひそういうふうに使っていただければ。いや本当子どもたち元気そうです。さてエリアの方ですねご紹介していただきましょう。まずは私のこの奥にあるこちらのアトラクションというか、まあ遊具ですね、アスレチックのような遊具があります。こちら何のエリアでしょう。こちら小学生の遊具を用意してあるエリアになります。小学生のエリア、はい、そして私たちがいるところの、まあ、左手こちらは何の施設でしょう。どんなエリアでしょう。こちら未就学児のエリアになりますね。あ未就学児のエリア、はい、何のエリアって分かれているということですね、はい、おすごいカラフルなレゴブロックの遊び場の中にはたくさんの、ね、小さな お友達が遊んでいます。本当に元気ですね皆さんね。そして奥には、はい、ボールプールですかね、遊んでるお子さんもいらっしゃいます。そしてどんどんこう奥に進んでいますとやはりたくさんの、ね、家族連れの姿も見られますよ。そしてこちらの遊具なんかも人気なんですよね。そして遊んでるお子さんもいらっしゃいます。ちょっとお話聞いてみようかな。聞けるかな。こんにちはお子さん、すいませんお話聞いてもいいですか。はい、大丈夫です。こんにちは。かわいい。こんにちは。こんにちは。何歳ですか。ピースできる。5歳。本当は2歳なんですね。どうですか親御さんから見てこちらの施設はいかがですか。はい、そうですね、とても広いし涼しいし遊びやすくて快適ですね。うん、子供さんの、ね、様子なんていかがですかね。とても楽しんでると思う。そうですよね。いや本当に、ね、子供さんそして親御さんも安全安心に遊ぶことができるこちらの施設なんですけど、お子さんなのかしら。あこちらもお子さん。はい、双子なんです。あ双子なんですね。じゃあ今日ね楽しんで遊んでいってください。バイバイ。岡田さんすごくね親御さんあの親子ともどもすごく楽しそうでしたけれども、こちらにはソファー席なんかも用意されています。これは一体どういうことなんでしょう。そうですね、あの迷子にもなりませんし、あの安全な施設だと思って作ってますので、うん、まあ、少し子供を遊ばしておいてママだったりパパだったりの少し自分の時間作りをちょっとの一助になればいいなと思って作っております。子供さんは当然なんですが、うん、親のためにこう作っているという側面もあるということですね。そうですね、はい、さてこちらの施設そもそもなんですが一体なぜ作ったんでしょうか。そうですね、私自身も今育児しておりまして、まあ、こういう施設があったらいいなと思いまして作りました。いやあったらいいなが叶った施設だと思います。こちらの施設今後の展望をどのようにしていきたいでしょうか。まず北陸3県に作りまして、それから中部と全国に少しずつ店舗を広げていって、
まあ、子供ち会員であればどこでも使えるようにそういう感じにしたいと思っています。これから楽しみですね。本当にね、たくさんのお子さんが元気に遊んでいます。このお子さんも可愛らしいですね。皆さんですね、7113-2できた全天候型の屋内施設こどもっちパーク、皆さんぜひお越しください。